日産。皆さんこんにちは。いつも電気自動車を乗っている EV ティーチャーことタケ TV100 と申します。今日はですね、日本で最も選ばれている KEV 日産サクラをご紹介させていただきます。そもそも EV とはエレクトリックビークルの頭文字で、エレクトリックは電気、ビークルは乗り物、つまり電気自動車なんですね。まず皆さんにお伝えしたいことは電気自動車のメリットです。コストが断然安い、 EV 補助金のサポートが大きい、税金が安い、自宅充電ならガソリンスタンドに行く手間もなし、災害など急に停電してしまった場合蓄電池としても大活躍しますよね。あとは走ってみると分かると思います、加速性能がすごい。では今回初めて EV を乗る方をご紹介いたします。どうぞよろしくお願いします。川本幸です。よろしくお願いします。はじめまして。私ですね、いつもは、ちょっと13年待ちになっちゃうんですけれど、そんな競馬に乗ってまして、はい、今回 EV 乗るのは私初めてなんですよ、はい、ちょっと EV 体験するともう戻れないと思いますよ。大丈夫かな。そんな沖さんは、はい、普段 YouTube やられてるんですよね。そうなんです。私その競馬に乗りながらですね、釣りとかカヤックとかアウトドア全般ですね、楽しみながらその様子をインスタグラムや YouTube に発信しております。ではね、早速、はい、日産サクラ乗ってみようと思います。はい、では行ってみよう。はい、やってまいりました。今日試乗するのがこの日産サクラです。すごい、すごい、先生めちゃくちゃ可愛いですね。これやっぱサクラやからサクラ入ってるんですね。そうですよ、はい、あれはそう、日本語名ということで結構いろんなところに日本のデザインが入り込んでおります。あ、へえ。例えば、はいはいはい、こちら、ホイール、日本の水引きのようなこのデザイン。なるほど、これは水引きを表してるんですね。でこのボディカラー、はい、春夏秋冬、春夏秋冬で、イメージカラーを作ってみた。夏の桜ちゃんですね。夏の桜ちゃん、じゃあ春の桜ちゃんもあれば秋の桜ちゃんもあると。で、はい、面白いのはここに何が入ってると思いますか。ここ普通やったら、それこそガソリン車やったらエンジン入ってますよね。そうよね、そうよね、はい、だけど も, だけども何が入ってるんでしょうか。バッテリー。バッテリーでもガソリンエンジンでもなく、パワーデリバリーモジュールというものが入ってるんですね。その下に小型化したモーターとインバーターが一体化して入ってるということなんですよね。このバッテリーはなんとこのフォームジャケットの、はい、この後ろ、はいはいはい、この後ろにそうなんですね。これがあれですよね、多分充電するところかな。ちょっと開けてみてください、押す感じで。あ、そうなんや、めっちゃ簡単。そう、あ、かわいい。なんとこちら上が 200V 電源ですね。はいはいはい。で下が急速充電のジャックになっております。なるほど。え、これは どう違うんですか。こっちはですね、普段家の方で充電するときに使う 200V 電源。なるほど、じゃあ家庭用電源で充電できるのはこっちで、急速充電を使わないといけないのがこっちっていう、どちらでも使えますよっていうことなんですね。あ、すごい。電池が詰まって狭いんじゃないかと思いますけども。およいしょ、じゃじゃん、おお、すごい。後ろ結構物乗りそう、まあね、そうなんですよ。なんと、はい、スライドができると。すごい、めちゃくちゃ乗る。軽なのにスライドもできて、 EV なのに広いと。うわ、すごい。え、買い物とかは余裕ですね、こんなん。そうですね。後部座席の足元も、はい、よいしょ、全然めっちゃ広いです。よ、こっからこの距離、うんうん、これが普通のガソリン車と同じような距離を、はい、ちゃんと確保できてると、うんうん、それがね、すごいんですよ。あ、これすごいことなんですね。普通はね、もっと床が上がってしまうんですよね。はい、運転席も気になります。行ってみよう。せーの、じゃじゃん、めちゃくちゃ高級感がある。うわ、すごい、なんかいろいろボタンがいっぱいついてますね。そうなんですよ、このさくらちゃんはいろんなね、機能がついてて先進的なんですよね。なんか近未来的ですもんね。そうそう、ボタンとパネルがいっぱい。
例えばなんかこれどんな機能があるんですか？あのプロパイロットと言いまして、はい、あの前の車追従したりとか高速道路でハンドルがね、はい、自動的に補助してくれたりしてくれるんですよね。そんなことできるんですか？ダッシュボードは車検証ぐらいですね。はいはい、こっちはどんな感じなんですか？あ、ここ開くんかな。そっちは開かへん。あ、開いた。ティッシュ入るやつや。マジで？マジっすか。キー効いてますね、これね。これはびっくり、うん、ティッシュ置くとこって結構悩みますからね。これはいい。これええやん、ね、ほら、スマートフォンね、ここはちょっとせり上がってるデザインになってるんで、ね、ちょっとすぐに転がってこないっていう感じですね、はい、めちゃくちゃ気効いてていいですね。いいね。はい、いよいよ日産サクラの試乗ですね。初めて電気自動車を運転する浮さん、どんな印象を受けるでしょうね。これってさ、どの道走ってるか自分でちゃんと検知して50キロ制限速度ですよって言ってるんですか？これ今の標識が出てるやつ。そうです、そうです。そうそう、これね、そこにいろんなところに標識があるのを読み取ってるらしい、はい、え、マジで？そうそう。すごっ。え、カメラがどっかについてるってこと？そう、あのセンサーもあるしカメラもあるし。え、それでここ50キロですよって分かってるってことですか？はい、多分ここちゃうかな、ここにカメラ。え、すごーそんなんまでできんの？そう、だから結構あの一方通行とか出てくるから、あ、これ一方通行で行かれへんとか。なるほど。え、そんなとこまで来てるんですか？来てる。時代って来てる。やっぱりこの液晶パネルが見やすいよね。見やすいです。このデジタル表記もそうだし、で、あとこの110キロ、あと110キロ走れますよとか、うん、電池 82% ですよっていうのが分かるのがすごいね。なんか携帯電話みたいやね。ねえ、ほんとそうですよね。正直私の記憶、今13年前の車で止まってるんですよいやでも13年前と言わずって、もう5年ぐらい前の車から乗り換えてもはい、はい、やっぱ衝撃的な感じですね。あ、そうなんだ。それでもこんなに違うんですね。そうそう、ここ5年3年5年の5年3年でもうすごい進化、テクノロジーの。へー。そっか、じゃあちょっと E ペダルを押してみましょう。 E ペダルでこれ、ほら減速するときめっちゃ減速したついたもん。そやからこれ減速するときに後ろの車がこの日産サクラが今減速してるよっていうのが分かるようになってるっていうね。え、どういうこと？あ、そういうこと。そうそう、あの運転手がブレーキを踏んでないんですが、はいはいはい、あの後ろから見た時に踏んでるように見えると。ブレーキランプがつくってことですね。そう、その通り。このブレーキはめちゃくちゃ信頼できます。めちゃくちゃすごいよね。アクセルもすごいけど、うん、ブレーキもすごい、うん、さて合流しますよ、高速ですよ。さあ入っていきます、はい、ではちょっとね、ここ合流の加速感をね試してみましょう。はい、合流の加速感ね、いつももう怖いねん、軽バンだとね。え、合流できねえっていうの。そう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 、先行って先行って先行ってって言いながらやってますあ、すごい、この高速の上り坂もスイスイ。うん、やっぱね、この上り坂の時がやっぱパワーがありますよね。はい。おー、めっちゃスムーズに加速される。すごい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 。しかもそのいわゆるエンジン音っていうのがしないので、すごい静か。そうそうそう、もう車が引っ張ってくれてるみたいな感じでした、うん、やっぱりその辺ね、モーターの強いトルク、うんうん、やっぱ普通のガソリン車と違うところはその辺なんですよね、うんうんうん、瞬時に力がグッと出るっていうのがこの特徴ですね。なるほど、それもやっぱあれなんですね、です EV カーの特徴なんですね、はい、ちなみにあのガソリン車は、はい、あのピストンが動いて、そこから伝達して伝達してやっとタイヤが回るという。なるほど。感じなんですが、これはモーターなのでもうすぐタイヤに回っていくと。なるほど、そういう仕組みから違うんや。そうなんです。そういうことなんですね。ではプロパイロットやってみましょうか。はい、じゃあプロパイロットってよく CM で聞くあれですよね、はい、あれです。いや、体験すんのは初めて、はい、この青いボタンをね、はい、パチッと押す。いきます、はい、押してで、はい、セット、はい、はい、アクセルを離してみてください、はい。あ、全然勝手に進んでる、ね、あの前の車を追尾して走るという機能になってるんですね。じゃあブレーキも踏まなくていいってことですね。そうですね、あのもしもの渋滞の時も勝手にスピードが落ちると、ハンドルもね、あの補助してくれるということですよね、はい、ちょっとじゃあ軽く添えるだけにしてみますね、はい、もうすぐね、ほら見て、ちょうどいいカーブが。本当や、カーブ、はい、カーブ。え、頑張って、曲がってよ曲がってよ。あ、すごい勝手に曲がっていく。いや、ええやんこれ。わ、私今何もしてないですからね、はい、ほぼほぼ手添えてるだけ、ほんまに、はい、ブレーキもアクセルも踏んでない。そうですね。あ、加速されてます今、はい、アクセル踏んでないけど加速されてる。前の車に追
追尾して走ってるということですよね。なんかまるで引っ張られてるかのような感じしますよね。ただね、これ居眠り運転とかにも特化してて、はいはいはい、例えば急にね、なんか気分が悪くなってこう運転ができない状態になってしまったと、そういう時は緊急で止まるシステムがあるんですよね。でナビゲーターに自動的につながって、そこから救急車だとかパトカーとか呼んでいただけるというね、機能もついてます。なるほど。じゃあこうやって機能が進化して便利になっていくごとに、そういう新しい対策っていうのも搭載されていってるってことなんですね。そうですね。搭載されているのはブレーキとアクセルペダルを踏み間違えても急加速を制御してくれる踏み間違い衝突防止アシスト、車体がふらついている時に注意を促すインテリジェント DA、 車線をはみ出しそうになった時にレーン内に戻すインテリジェント LI、 車や人との衝突回避をアシストするインテリジェントエマージェンシーブレーキ。プロパイロットがあれば高速の運転がとにかく楽です。で、何よりちょっとさっきから思っててんけど、この今このほら段差、うんうん、あ、すごいよね。もはやそれすら気にせえへんぐらいスムーズ、うん、いやもう私の車やったら今頃後ろどんちゃらがっちゃらやってますよ。どんちゃらがっちゃらどんちゃらがっちゃらやってます。やっぱね、これ静かだけじゃなくて、その乗り心地っていうのはやっぱすごいな。後ろにやっぱバッテリーがこの車の底面にありますので、はい、その低重心で安定した運転ができるということですよね。おこれ入れてあげましょうか。ね、こういったね、途中から割り込んできた車にもちゃんとプロパイロットっていうのは聞いてるんですよね。よし、プロパイロット、ちょうど渋滞が、あ、なるほど、こういう時に使うんですね、はい、先生、はい、怖い、これ止めんでいいの、これ今、あ、勝手にブレーキで踏んでない、ブレーキ踏んでない、マジか。すごい。で、発進したらアクセルちょんびみで、ちょんびみ、はい、で、勝手に勝手に行くわ、はい、いやもう静かすぎて、うん、周りの音こんな聞こえるんですね、普通高速道路って、ね、いかにエンジンのガソリンの音がうるさかったかっていうね、うん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 、いやでもこれ今これで今後続可能距離が今 74% で、だからやっぱ家に着くときはちょっと余裕を持って 20% とか 30% ぐらい余らして帰るみたいな、うん、でもそれって結局ガソリン車も同じじゃないですか。そうですよ、結局給油量が少なかったら怖いですもんね、はい、家に泊めてるときに家庭用コンセントで充電しといてねっていう感じです、はい、なんか携帯みたいですね、 iPhone みたい。しかもね、あれ深夜で充電するとちょっと安いんですよね。あ、そうなんですか、はい、やっぱり急速充電場とかってなると、はい、やっぱ30分で500円ぐらいかかってきますので、やっぱ深夜充電でするとその辺もエコだしお得だと。なるほど。じゃあ寝てる間に、携帯と一緒に充電しますよっていうことですね。そうそうそう。だからもう今までみたいにガソリンスタンド行かなくていいっていうね。いや、そうですよね。うん、だからやばいやばいってガソリンスタンドを探す必要がなくなりそうですね。さあ、高速道路を降りました。だこういう時にあれやんね。E ペダル。E ペダル。だんだん慣れてきましたね。慣れてきましたよ、はい。どういう時にどれを使うか、それが大事ですね。うん、でさらに、この E ペダルで今、回生使いましたよね。つまり、その回生っていうのが、充電をするっていうことなんですよ。回生ってどういうことですか、はい、モーター、ティーチャーティーチャー、回生はどういうことですか、はい、回生とは生き返るみたいな感じで、はい、充電がなくなっていきますよね、はい、走ってると、うん、それをちょっとでも、電池がなくなるのを、回生で復活させるということですね。なるほど、なるほど。電池の持ちが良くなるということです。ああ、へえ、そういうことなんですね。はい、あとね、はい、気づいたことがあってね、冷房がめちゃめちゃよく効く。めちゃくちゃよく効く。ねえ、ほんとそうですよね。さっきから。なんか電気しかもめちゃくちゃ食うかなとか思ってたんですけど。はい、そうなんですよ。やっぱりね、長距離乗るわけじゃないんで、もうその辺で普通にね、エアコン使っちゃえと私思いますね。うんうん。これでも、やっぱりエアコンをつけると航続距離は減るんですね。はい、少し減りますね。はい。はい、では行きます。はい、お願いします。
EV ティーチャー行ってまいります。名前も変わってもうてるじゃないですか、はい、EV ティーチャー。初めてさくらちゃん、ちょっと軽いじゃんこれ。アクセルこれね、ちょん踏みなんですよ今、うん、あの最後まで踏み込むことがねほとんどないかもしれないですね。あ、そうですよね本当に、うん、全然、あ、そう本当にそう、坂でもベタ踏みしなかったです全然。なんかねちょっと足の重みでもう進んじゃうっていう感じ、うんうんうん、お、高速ですよ。高速道路入りました。ではプロパイロットちょっとやってみようぜ。下にセットっていうの、ね、あーなるほど。あ、ティーチャーは使い方が分かってませんでした。申し訳ございません。今ティーチャーにティーチしました私、はい、いやすごいわこれ。グリーンで、あー、ハンドルがもうなんかちょっと若干ロックオンされたような感じ、うんうん、そうそうそう、自分の力でちょっと曲げようとしてもこう戻ってくるというか、あー結構強い、こう効き方が強い。今はもうアクセルペダル外してますからね、はい、足がやっぱプランとしてるっていうだけですごいやっぱストレスがないというか、ない本当に楽。なんかでもそれって体験してみないと分かんないですね。そう、ちょっといいペダルやってみようかな、こんなところで、うん、あー結構かかる。あ、結構かかる。これやっぱ横に乗ってる人はどうですか、ここうんわうんわならないですか。まあ、確かにちょっとギュッとはなるけど、もうそんなストレスになるほどじゃない。はい、モード切り替えどこ書いてる、ドライブモードって書いてる、それ真ん中。真ん中、あった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 。浮き先生、ありがとうございます。あ、スポーツモード、来た。スポーツモード、あ、違う。あ、違うんや。あ、違うぞ。やっぱさっき60キロ以上でのこのアクセルのね、ちょっとレスポンスっていうのは、ちょっと頼んないかなって思ったんですよ。で、まあ、まあ、スポーツモードにすると、その辺がね、全然改善されてる。へー。私やったら多分この車買ってもそのモードのチェンジに気づかず3年ぐらい乗ってる気がします。3年ぐらい。せっかくあるから皆さん押してほしいわこれ。でこれエコモードね、これがあるね、やっぱりその EV の航続可能距離を一番伸ばすモードになりますね。エコモードが一番、そう、まあ、その代わりスピードがすごくギュッて出るわけじゃないよってことですね。まあ普段はやっぱこれスタンダードでいいでしょうね、これぐらい走ったら。いやもうこう普通、普通、そういい意味で普通なんですよ。普通にできる。だってこれ K のターボ車でももっと踏み込んでた今の車だったら、うん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 、だって今のでアクセル半分も踏んでないもん。へえ。いやこれはあの絶対ダウンサイジング、あの普通車から K に乗り換える方は本当におすすめですね。あ、そっかそっか、うん、普通にガソリン車からガソリン車でダウンしちゃうと、はい、K が乗り心地悪く感じるけど、そうやっぱり K かってなっちゃうんですよね。なるほどね。いやだってこれサスが相当いいぞ、足回りがすごい、バランスが絶妙。僕はね乗り慣れてるんでそんな気にならないんですけど、初めて電気自動車乗った時にこんなに減るのっていうね。なりますよ、なる。え、正味普通にガソリン車と同じぐらいの感じで走ったら、うん、その踏み込みとかも走ったら、はい、どれぐらい、いやそれでもこれ航続可能距離が180キロなんで、普通にその急加速とかあの高速道路を運転しても50キロ圏内、家から、うん、だいたいそれぐらいがちょうど、まあ、この車はいいかなっていう。でまあやっぱりそのね、ウキさんみたいにそのキャンプで遠出するってなるとやっぱりもう一つ大きい車がいるかなっていうのが、ただそれもねメリットがあって、その電池を小さくすることによってその販売価格を抑えるっていうことが、あ、まあまあそうですよね。そうで、しかもその今補助金があるんで、うん、まあ、それを活用すればまあちょっといいあの K を買ったのかなぐらいの値段で買えると、うんうん、なんかもう坂とか坂じゃないとか、正直あの坂道がいいとかではなく、うん、本当にもう何も気にならないぐらいパワーがあるから、別に坂やからいいとかではない、もはや、うん、もうなんかこう普通に走れちゃうよね。そう、普通に走れちゃうから、うん、逆に坂を坂やと思わないぐらい何の違和感もないですね。おお、これちょっとハンドリング性能がそうですね、結構軽め、ハンドルって、うん、は軽いし小回りがやっぱり効くから、うん、全然何も気にしなくても運転できます。これはね、女性とかね、本当にね、特にね、うん、おすすめ。そうね、うん、大きい車はちょっと苦手っていう人も、はい、すごく運転しやすいと思います。わ、
細いけど、ここマジ細いとこや、ここマジ、うん、マジ細いとこ来たよ。細いけど、まあ、細いけどよ、細いけど、うん、この車スリムやから。そう、やっぱだって軽だもん。うん、そうなんですよ。なんか軽のいいとこと乗用車のいいとこを足して2で割った感じなんですよね、うん、そんな感じやね、うんうん、やっぱこのボディサイズの小ささっていうのが本当に利点になってるよね。そうですね。いや、ほんまや。いや、マジで今からこの坂登んの、すげえ。ちょっと相当これ肉眼で見る方が、だいぶ坂。ね、今からウキさんが運転するということで。おお坂道の加速ええやん。すごないこれ。すごい。マジか。これ相当な坂道やで。うん、すごいすごい。これ結構ですよね。45度ぐらいあるんじゃない？あるかもしれない、ね。体感45度ある。だってさ、ちょっと横になったら倒れそうで怖いもんね。今本当に叫んでもうた。お、大丈夫。本当にノーブレーキ。ノーブレーキ。本当にノーブレーキで、E ペダルだけが効いてる状態。今、アクセルを外してる状態です。何も踏んでないです、今。おー、これ今ブレーキかかってるんですよね。かかってます、かかってます。アラウンドビュー麦田、どうでしょうか。おお、めっちゃすごい、広い。これは私でも入れれるわ。お、真ん中ちゃう、真ん中ちゃう。わお、完璧。しかも縁石まで乗けてくれる。入ったー、めっちゃ簡単。ええやん。はい、ということでこちら以上現場から試乗レポートでした。バイバーイ。実はこちらの日産サクラ、賢く購入する方法があるんですって。それが日産のサブスク、おまとめプラン。車の購入後はメンテナンス、保険、税金など面倒な手続きが出てきますよね。おまとめプランなら月々定額支払いで車にまつわる面倒事から解放されますよ。おまとめプランに含まれる内容はこちら。車両代金、登録時の諸資料、自動車税や重量税、車検、メンテナンス、故障修理、消耗品交換、自動車保険。さらに日産サクラなら国の補助金の申請手続きもお任せできるからめちゃくちゃ楽。車を維持するために家計のやりくりを考えるのが苦手な方、補助金の申請や保険の更新など手続きが面倒な方、いつでも快適に車に乗りたい方、こんな方におすすめです。はい、いかがでしたかね、日産サクラ。いや、いい車でしたよね。あの、結構ね、私棒読みでね、こんなスタイル久しぶりだったんですが、まあ皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。私ね、こういった EV の動画もよく出しております。チャンネル登録がまだの方はぜひともよろしくお願いします。そして動画が面白いと思った方はグッドボタンよろしくお願いします。はい、というわけで日産サクラのご紹介でした。じゃあね、バーイ。